皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、ということで今日は4月21日の日曜日、4月も下旬に差し掛かってきましたけども、いかがお過ごしでしょうか。今日もですね、つながるラジオをお届けしていきたいと思いますけれども、なんとですね、今日は、ゲストをお迎えしておりまして、はい、早速ですが、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。今日お越しいただきましたのはですね、特許を取得しない弁理士さんでいらっしゃいます、山田正樹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、山田さん、あのですね、僕の実は大学の先輩ということで。そうですね。あれですよね、ちょっとこう、学部は違うんですけれども、はい、山田さんが、まあ、先輩に当たって、山田さんがちょうど大学を出て行かれたと同時に私が入ってきたっていうね。そうですね。なので、同じ土地の空気を吸った人間としてもですね。非常に親近感を覚えておりますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。まあ、山田さん弁理士さんということでございまして、まあ、弁理士って、で私もよく聞くは聞くんですけども、何ですかね、こうどういう仕事やってんのかなっていうのがあまりちょっとこうピンときてない方もいらっしゃるかなと思うので、弁理士さんのお仕事ってまずどんなことやってらっしゃるのかっていうのを少し簡単に教えていただいてもいいですか。わかりました。まあ皆さん、まあ弁理士って聞かれると、あれ弁理屋さんっていう、何でもやってくれる人っていうね、そういうふうに思われる方多いと思いますけど、うんうん、一般的に弁護士さんって人を守るですけど、弁理士だとその知的財産、まあ、発明だったりとか商標だったりを守るような、まあ、刑にとっていって守るっていうお仕事をしてますね。ああ、はい、なるほど。なんとなく発明って聞くとね、特許とかってこう、ね、少しこう、キーワードが出てきて、で、ちょっと知ってる人は商標ぐらいまでやっぱ来たりとか、いう感じ。そうですね。私もなんかそれぐらいのレベルなんですけど、はい、確かに弁護士さんと弁理士さんって、言葉に言ってるけど、やってること、今聞くと全然違いますね。あ、そうです。違いますね。でも、そう言われると、うん、そういうお話すると、なんとなくピンときますけど、発明っていうのはなんか皆さん、レベルが高い技術っていう考え方もお持ちですけど、全くそういうわけではないんですね。うん、もうちょっと戦略すれば、特許取れたりとかもしますので。そうなんですか。いや。はい。もう私の今の日常からはちょっと発明なんて言葉すごくほど遠い存在になってますけどそんなことないって感じですかね。まあ小学生でもかなり特許、まあ、発明を考えて特許取ってる子とかも多いですよね。小学生でですか。はい、それで商売始めてる子とかもいますね。すごいですね。すごいと思います。まあそういうことを考えるっていうのは、もう物を作ったりするのが楽しいんでしょうね。まあそういう若い人たちが増えるといいなと思ってますけど。いやー、なんかね、そう、小学生からそんな発明をしてお金を稼げるなんていう、そういう世界観が広がってるなんてちょっとこう想像すらもしてませんでしたけども。いやいや、多いですよ。そうなんですね。はい。でも山田さんって、あの弁理士さんに、まあ、なられたきっかけっていうか、まあ、これまでそうですね。我々今50歳の年代なんですけど、ちょうど氷河期で、はい、まあ就職活動してもかなり自分のやりたい仕事ができない。でも発明っていうのはちょっと憧れがあってですね、まあ、発明作る方じゃなくて発明を保護する方面白いんじゃないかっていうところで弁理士っていう資格に出会って、まあ、興味を持ってそちらの方を目指すっていうことをしました。まあ、それが大きなきっかけですかね。いや、確かにその就職で厳しい時代だったっていうのはよく聞きますけれども、そこからなんかこう、まさに発想の転換というか、はいはい、そういうところから弁理士さんとかそういう業界に飛び込もうとされてらっしゃったんですね。はい、へえ、じゃあ今までも、じゃあいろんな業界というか、いろんな会社さん、いろんな職種っていうか、会社さんか、
いろんな業界にいらっしゃったって感じなんですか。はい、最初は、まあ、3つぐらい、あの、弁理士事務所、まあ、特許事務所ですね、あの、うんうん、いたことはありますけど、はい、まあ、その中でも、バイオテクノロジーとか科学がメインですけれども、まあ、その中で再生医療とかもやってましたけど、あとソフトウェアの、まあ、複合の技術とかもありましたので、ソフトウェアとかの出願も関連してましたし、まあ、いろんなことやってましたね。唯一できなかったのは電気回路とか、あの辺の技術は全く分かんなかったですね。いやいやいや、山田さんのバイオやってるとかって聞くだけでものすごいすごいことになってますよ、僕、長野さん。まあ、ちょっと特殊な技術ですからね。そうですね。確かに。そうですか。はい、いや、幅広いくらいですか、まあ、そう、電気はまあ、一回置いといたとしてもですよ。そうですね。まあ、再生医療とかすごく今発展してますけど、まあ、その辺の、まあ、山中先生の iPS 関連だったりとか、肝細胞っていうのが今、はい、まあ、化粧品とかで肝細胞入ってるものが多くなってきてますけど、あの辺の技術の大元、基礎的なところを担当してましたね。出始めた頃を結構迷彩してこうやってました。あ、そうですか。ただそれだけだと、まあ、特許事務所だと何をやってるのかっていうのがわからないので、やはり、まあ、大手さんの企業行って、まあ、どんなことやってるのかっていうところで、まあ、まず大手ではないんですけど、バイオベンチャーに行ったりとか、あと薬品系の東証一部の会社にいたりとか、まあ、前職は化粧品会社にいました。へー、あ、化粧品もじゃあ携わってらっしゃって。はい、そうです。いやー、なんかすごいですね。いや、だって、いや、特許をね、仮に取るとしたら、山田さんは、まあ、開発者としてではなくて、それを理解しないとまずいけないわけですよね。それがすごくないかなと思っていて、まあ、生物の分野も、まあ、化粧品の分野も、まあ、似たような重なる部分はあるかもしれませんけど、はい、理解するのがすごい。まあ、バイオベンチャーの時に行った時は医薬品でしたので、その製造方法の理解とか結構大変でしたけど、まあ、あの頃はもう名前言って、あ、どういう構造とかって分かりましたね。まあ、それいろんなことやってきたことがあって、結構発明にはとっつき、まあ、すぐに理解しやすいっていう頭にはなりましたけど。なるほど。あ、これってやっぱ、はい、じゃあ、バカズっていうのも結構大事なんですね。そうですね。経験もいろんな技術に携わるっていうのは、まあ、つながりが出てきますので、多分重要だと思います。いや、ちなみになんですけど、今までこうどれぐらいのこう件数っていうんですか、そういうのってどれぐらい。件数、まあ、途中まで数えてましたけど、2500件以上はもう携わってるので、技術に関しては。2500件ぐらいは。はい。多い時だと1日30件ぐらいの相談があったりとかしましたので。1日30件も相談が来るんですか。もう、まあ、その日はもう1日頭がドカーンみたいな。いやいや、もうやめようよって感じでしたけど。いや、勤務時間8時間で考えて30件だとしたら、めちゃくちゃすごいことになってますよね、これって。そう、まあ、それからしたら、まあ、1日30件で今2500は多いか少ないか分かんないですけど、まあ、企業にいるときはそれだけじゃないので、まあ、他の仕事もしてましたので。なるほど。それで、じゃあ今は、そのまあノウハウ知見を持って、うん、独立開業をされたというところにいらっしゃるわけですね。はいはい、なるほど。いやー、もう凄まじい方をゲストにお迎えしてしまいました、今日は。ありがとうございます。で、そんなあの山田さんなんですけども、あれですよね、ちょっと私、面白いなっていうか、興味深いなっていうふうにちょっと思ったことがあって、はい、まあ、その特許を取るっていうことに関しては、まあ、なんとなく、あ、まあ、便利さんのお仕事だなっていうことも今お話を伺って、お理解できたんですけど、はい、なんか山田さんが結構面白いなと思うのは、ノウハウで管理する。はい、特許を取らない、取得しない弁理士さんとおっしゃってましたけど、これでノウハウで管理するっていうふうなお話もお聞きしたんですけど、これどういうことでいらっしゃるんですか。ノウハウって一般的に皆さんどういう理解されてるかわからないんですけど、技術と知識があります、うん、技術でも特許取れるものと取れないものがあってですね、はい、でも取れなくても会社の重要なノウハウってあって、それが外部に出ることによって、うんうん、真似されちゃうっていうのがよくあると思います。で、それを特許出願して、
権利が取れなかったけど真似されちゃう。それで、ね、市場独占ができるはずだったのができなくなったりとかっていう場合もありますし、知識っていうのも権利が取りにくいので、まあ、ほぼ取れないと考えていただいてもいいかなと思うんですけど、はい、これを開示しちゃうと、もう結局、その他社さんが真似しちゃうっていうところで、自分のせっかく編み出した、その事業がですね、真似されちゃうっていうことがありますので、それをノウハウ、秘密情報として保護するっていうところで、まあ効率化向上とか生産性向上して、またノウハウも知的財産なので、それをライセンスビジネスとして取得収益を得るような仕組み作りっていうのは、結構ここ重要かなと思ってまして、今そちらをまあコンサルみたいな形で、ちょっと弁理士とちょっと違うポイントですけども、その発明を特許を生み出す前の段階からちょっとお手伝いしたいなと思って今そこを言ってられてるってところです。なるほど。はい。なんか私ちょっと素人なのですいません、稚拙な質問しちゃうかもしれないですけど、そもそもこう特許を取る段階で、はい、そのまあ製造、例えば何か物を作るときに、その製造過程とか材料とか、はい、入れ方とか分量とか、なんかそういうものっていうのは全部公開されちゃうんですか？公開、明細書に書いたのは全部公開されちゃいます。はあ。発案から一般的に1年半経過すると公開されちゃいます。そうなんですね。で、それで思い通りの権利が取れればいいですけれども、なかなか取れないこともありますし、はい、しかもお金も結構かかりますね、特許取るのに。特許取れたとしても維持費を考えても80から150万ぐらい、まあ、その間にちょっと審査官から、特許上の審査官からこれ特許ダメっつって反論してるうちにお金がどんどんかかっちゃうっていうのがあるんですけど、はい、まあ、それを考えると取った方がいいのか取らなくていいのかっていうのをきちんと審査する、まあ、大手の会社さんはどこでもそれ審査して出願するのかしないのかっていうのを考えながら戦略、はい、事業戦略と交えてやってるんですけど、おそらく中小企業さんはいいものをとりあえず出そうっていう考えもあるのかなと思ってまして、まあ、大手さんでもまあ秘密情報をここまで書かなくていいのにっていう明細書結構ありますね。なるほど、はい、まあ、そこちょっと今日本だけならいいんですけど、中国が結構日本を注視していて、まあ、よく技術を見てるって、はい、チェックしてるっていうところもありますし、出願なんかよく見らチェックかけてるっていう話を聞いたことがありますので、まあ、日本の技術守るんでしたらきちんと特許取るのか取らないのか、取るんだったら戦略的に、取らないんだったらもうノウハウとして管理して独自事業を進めましょう、またはそれをノウハウとした、まあ、技術知的財産としてライセンス交渉して他社と、まあ、それで収益を得るっていう形を僕は取った方が成長発展はいいかなと思ってます。いや確かにあれですね、まあ、中小企業のこう立場というか、そういうまたいわゆる大企業じゃない人たちっていうのが、まあ、日本の中だと大部分で、はい、その人たちからすると特許を取るっていうなると、なんかいいものができたらこれを特許取らねばっていう感覚をちょっと持ってるかなってやっぱ思うんですよ、うんうん、そうですね、うん、なので、まあ、そこも取るところどこを取るかとか、はい、例えばその欲しいところだけ取っても、うん、周辺を取って、うん、まあ、他の他社が参入できてこないような戦略もありますし、うん、まあ、そこも踏まえた上で一番最初に考えながら、出願するのかしないのか、するんだったらどういう形にしようか、広いので取れないんだったらちょっと戦略的に小さいのをいっぱい出すのか、秘密として守るのかっていうのがすごく重要なポイントになります。なるほど。なのでその辺を含めてこう山田さんのこう領域っていうのをノウハウで管理するか、まあ、特許を取るかっていうことの、はい、まあ、そこのまず、まあ、選択肢からコンサルティングしていくぞっていうふうなお仕事でいらっしゃるんですね。そうですね。はい。なるほど。ただやっぱりこれ秘密情報の管理の仕方も難しいですので、はい、あ。まあ、今、社労士さんと一緒にタッグを組んで、はい、あ。その人材教育も一緒にしていこうかなと思ってます。いや、これでもめちゃくちゃありが
いですよね。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいですね。いや、だってこう、もう僕らのね、こう地域でも、住んでる場所でも、そういう、まあ、地元のね、こうアイス屋さんがあるんですけど、昔から僕らそのアイス屋さんのことを、なんとかアイスって呼んでたんだけれども、はい、実は、それが実は商標を取っていらっしゃる会社が他にはあって、そこからちょっと、はい、使わないでねってお願いされて、ちょっと名前変わっちゃったっていうふうな事例もあったりするんですよ。あ、なるほど。こう中小企業とか、やっぱこう私みたいな個人事業主からすると、なんか、ふって湧いてくる、おっかないものみたいなのが、やっぱり、心の中にあって。ね、なんか知的財産権って、まあ、特許も商標もお金持ちが取るってちょっと勘違いされてますけど、やっぱり自分の事業を守る、自分の会社を守ったり、商品サービス名を守るっていう観点では取られた方がいいんですけど、まあ、商標とか一般的に会社名は取った方がいいと思います。他人の人に取られると使えなくなるので、まあ、特許はやっぱり取った方がいいっていう一方で、秘密条項として守るっていうことがよくあるかなと思って、まあ一般的に、まあよく知られてるコカ・コーラさんとかは、コカ・コーラの作り方は、特許に出すよりかの秘密情報として守った、ノウハウとして秘密情報で守るっていうところで、真似されてないんですね、はい、今まで。コカ・コーラのなんか作り方ってよく確かに聞きますけど、あんま特許は取っていない。取ってないんですよ。あ、取ってないんですね。はい。特許取らないで、もう秘密として守ってって、まあ、中身の仕組みがうまくできてるんだと思いますけど。ああ、そっか、そのじゃあ、ノウハウで管理するっていうのは、まさにそのコカ・コーラさんは、じゃあこれな、100年以上ずっとじゃあそれを特許取らずに、はい、ずっとコカ・コーラの味を守り続けてるってことですよね。はい、そうですね。ペプシーさんを多分真似しようと思って作ったんでしょうけど。自分たちのオリジナル、全然ペプシーとコカ・コーラさんって違うよね。はい、うん。他の会社さんも参入したけど味が違うからって、結局どちらかの味いっちゃうっていうところで、多分ペプシーさんもあれ特許取ってないと思いますね。ああ、なるほど。はい。じゃあお互いペプシーもコカ・コーラもノウハウで管理してる感じなんですね。そうだと思います。ちょっとペプシーさんはどうかちょっと調べたことはないですけど、コカ・コーラさんはそうだって聞いたことありますね。そのまあ、なんか山田さんの知ってる、まあ、答えられる話で全然いいんですけど、コカ・コーラさんがノウハウで管理するっていうのは、まあ、具体的に どんなことやってらっしゃる、まあ、想像でも。製造工程が何工程かあって、はい、それの全部の流れっていうのを知ってるのは一部の人しかいないって聞いてます。そうなんですか。はい。多分、まあ、配属の仕方の工夫だったりとか、人員の配置とか、あと、何をどこまでの工程で作るとか、まあ、その辺をうまくすれば、多分、情報は守れられ、あとは人材の教育ですね。その秘密情報だっていう認識と、守らなきゃいけないんだっていう、その徹底的に人材教育をされているんだろうなと思って、私はそこ、まあ、どの会社にいてもそれは強く感じましたけど、皆さん教育開けててふーんっていう感じで、若い人たちがペラペラ電車の中で喋ってて、これって秘密情報じゃないかなっていうのは皆さん遭遇したことあると思いますけど。ありますね。はい、あ、大丈夫かなっていう。まあそこの意識づけですよね、多分。確かに。いや、確かにね、うんうん、私一人で今コンサルをしようと思ってなくて、タッグでいろいろやろうとは思ってますけど、まあ多分こういうことされてる方っていらっしゃらないかなと思ってますので、あ、まあ、今後ちょっとそういうところをお手伝いできればなと思って始めた事業ですかね。いやー、なんか確かに一般的にはもう商標を取ろうみたいな、はい、なんかそういうところからこう初めて弁理士さんのところに伺うっていうか、はい、そういうイメージでいましたけど、今の話聞いてると山田さんにまずはなんか一応こういうこと考えてるんだけどっていうベースで入ってもらった方が良さそうですよね。はい、おっしゃる通りで、まあ、その後はもう、あ、これは特許として、これは商標として取った方がいいですよ、はい、まあ、商標もこういう名前で取った方がよろしくないですかって、近いのがあったらそれを避けるためにどうするかとか、まあ、権利取るためにどうしたらいいかっていうのを提案できますし、
で東京の方だといろんな技術の専門家知り合い、弁理士さん知り合いますので、自分が専門じゃなければその方と一緒にタッグでやるっていう今体制をしてます。すごいですよね、はい、いやすごいと思います。だから結局その弁理士さんなんでしょうけど、その、まあ、入り口は弁理士さんなのかもしれないけど、やってることっていうのはあれですよね、もう事業構築ですよね。だからそうかもしれないですけど、まあでも会社さんでそういうこともやってましたので。なるほど、そうかそうか、はい、まあ、企業で会社員として勤められてるときは、はい、まあ、そうですよね、新規事業を立ち上げるとかなると、はい、これってっていう相談はやっぱり山田さんと来るわけですもんね。そうです。ただ知的財産は知的財産部ってイメージですけど、はい、あれですね、その秘密情報をどうやって守るんだって、どこの部署なのなると思うんです、どこの会社。はい、ただそれを早く手掛けないと結局売り上げに響いちゃったりとか、まあ、秘密情報には他社さんからもらう秘密情報もありますので、そこを管理するってイメージはあっても、自社の技術、まあ、何がノウハウで守んな、秘密情報として守んなきゃいけないって、そこは規定できないとやっぱり守れないと思いますし、ね、あ、確かにそうですよね、うん、まあ、これが大事だっていうものの位置づけがまずないと、先ほどおっしゃってた教育にもまず浸透していかないと思いますし、そうです、ね、なので、それを見える化すると、またそれを共有することによってみんなの業務効率化、生産性向上に、まあ、業務効率化上がると今度は全体的に生産向上になりますし、うん、新しいのノウハウとかが見える化すると、あ、これに対してはこういうことさらにできるんじゃないかとか、新たなイノベーションの発掘とか、まあ、できますし、はい、あとは課題とかも見えてくるので、まあ、そういうところを議論して会社の一体感も狙ってはいこうかなと思います。いやー、すごい、なんかもう息のあるお仕事ありがとうございます。ということでね、なんかすごい、いや最後ね、一個だけちょっと僕質問していいですか。はい、はい、その特許取るとか、そのノウハウで管理する、まあ、特許の方かな、やっぱすごい、まあ、いろんな人がやっぱ特許というか取られてるものを、まあ、新たにこう取っていくっていうのも、その取り方っていうのも山田さんの中にもやっぱ知見みたいなのは終わりなんですか。あります。そうな、やっぱりそれはどういう戦略で、どこの会社さんがどう狙ってるのかっていうのを、まあ、1年半後のデータですけど、まあ、そこから予測しつつ、まあ、あんまりみんなが争ってるところって入っていってもしょうがないので、まだ争われてないとこ攻めるんだったら広く攻めるし、ピンポイントだったらもうピンポイントと取るとか、特許取らないで、どういう形で、じゃあ、まあ、あの自分たちの技術、実施してるのを訴えられないようにしていくかっていうのも一つの戦略だと思う。すごい、なんか戦略家であり、作詞であり、でもあり。さあ、皆様、作詞かもしれないですけど、どこの会社さんも知的財産部は作詞が多いかもしれないね。いや、本当に、だから、そんな中、やっぱり2000何百件っていう、しかもいろんな業界を渡り歩いてきている、これ山田さんが持っている、それこそノウハウ、知見っていうのは、はい、これはもう他にも変え難いものがあるんだな、っていうことが、よくわかりました。まあ、いろんな分野やってきたので、まあ、いろいろな新規技術の、ね、新規市場を狙う時のその考えがちょっといろいろできるっていうのは、自分にとってメリットだと思いますね。いやー、本当そうですね。いやー、なんかそんなこんなであっという間にですね、エンディングのお時間となってまいりまして、で今日はあの山田さんに、お話をいろいろお伺いしてきたんですけども、なんかね、今日お話伺ってきて思ったのは、あ、これって何か仕事事業を起こすとか、今やってる事業でもなんとなくちょっと相談ベースでも一回山田さんにぶつけてみた方がいいなっていうふうな、今日すごく思ったんですよね、はい、でその時は山田さんにご連絡させていただくので、ね、もちろん無料でその辺は相談しますの、相談受けますので、あ、はい、そうですか。あ、嬉しい。ありがとうございます。そしたら、一応、あれですね、ホームページのところにお問い合わせフォームかなんかがありましたかね。はい。ここからでも大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。山田、正樹さん。正樹さんの漢字は、平成の整理、
喜ぶと書いて、まさきさんですね。山田さんの山田さん、一般的に山田さんですね。はい、山田まさきさんで、Google で検索していただくと、トップで出てくるのがね、山田まさきさんの、弁理士事務所さんのホームページになっておりますし、YouTube でご覧の皆様はですね、今日動画の下の方に QR コードを2つ付けております。1個は、今ご紹介したホームページの QR コード。で、もう1つは、山田さんの Facebook お友達申請もね、気軽にしても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。じゃあそちらから、ぜひぜひ山田さんにお問い合わせしていただきたいなというふうに思いますので、非常に明るく朗らかで、でなんかベリーさんってすごく硬いイメージがありますけど、全くそんなことがないっていうね、こんな明るい山田さんですので、ぜひぜひ、気軽に問い合わせいただければなというふうに思います。はい。ということで、今日は山田さんいろいろお話伺わせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ、ゲストでもお越しください。はい。よろしくお願いします。はい。お待ちしておりますので。はい。はい、では、今日はこの辺でお別れしたいと思います。では、山田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。